どやぎし島です。えー、今日はこれ、ヤングウーマン,アンドシー。えー、この作品の話をしていこうと思います。それではやっていきましょう。ヤングウーマン,アンドシー。えー、この作品は、えー、ディズニープラスで配信されている、えー オリジナル作品、オリジナル映画、だから、配信映画っていうことになるんだけれども、プロデューサーは、あの、ジェリー・ブラック・アイマーですよ。ね、えー、トップガン、トップガン・マーベリック、ね、で、最近は、えー、あれか、バッド・ボーイズ、えー、それから、ビバリー・ルズ・コップ、この辺の続編を、まあ、作って、ね、やって、もうヒットメーカーですよ。 で、えー、彼が、えー、プロデュースで制作された、えー、作品であり、さらに、スター・ウォーズの、ねレイ、レイ役の、えぇ、ー、デイジー・リドリー、ー彼女が、えー、主演で、ねもう、やる。そういう素晴らしい、どっちかといえば、バンバン表に出していく作品ではあるんだけれども、えー、劇場公開されたのは、もう、ごく限られた、えー、関数なんだけれども、まあ、 日本でね、えー、7月、2024年7月19日から、えー、配信がスタートになった。そういう作品で、まあ、あのー、これはね、ここから話した方がいいのかな。いや、こっちから先話そうか。あのー、今、パリまあ今、この動画撮ってる時、撮ってるのはまだ7月の末なんだけども、 あの、パリオリンピックで、ちょうど今世の中が盛り上がってるわけですよ。で、うん、とこの物語の一つのきっかけになるのが、えー、パリオリンピック。それも、えー、1924年、100年前に開催された、えー、前回のパリオリンピック。これが一つの、こう、なんていうのかな、ターニングポイント。 軸になるタイミングの物語なのでね。なので、そのパリ,オリパリオリンピックに合わせて、この7月19日という配信日を設定してきたんじゃないかなと。そんな風に、えー、思う物語でね。で、えー、日本ではディズニープラス。あのー、アメリカではフールだったかな。まあ、大人向けの物語ですよ。あくまで、えー 史実に基づいた物語なんでね。あの、デイジー・リドリーが実際にいた、えー、1920、1905年生まれだったっけな。それ、生まれの2023年、2000、違う。ちょっと忘れちゃったな。まあ、98歳まで生きて、比較的最近亡くなった、えー、 トゥルーディ・トゥルーディイーダリーっていうあの実際にいた水泳の選手のね電気物語なので、あのーうん、このねあのパリオリンピックに絡めての配信開始になったんじゃないかなとそういう感じなんだけれども何を落としたのか分かんなくなっちゃった思い出そうだからここでちょっと一見整理するね。 で、えー、この物語はその、えー 1900, えー、1900年の割と初期の頃、まあ、1910年代入るか入らないかの場面からスタートして、まあ、トルーディーが、あのー、はしかにかかって、まあ当時のはしかといえば死に至る病ですよ。あのー、復帰するのも難しい。 で当然その病気にかかったということだけで差別を受ける。同じプールには入れない。ね。そういう時代ですよ。ね。で、さらに、あのー、女の子が水泳なんてという。<laughs> ね。今ではちょっと信じられないようなことなんだけれども、女の子が水泳なんてと言われる時代ですよ。そういう時代に、えー、彼女は泳ぐ。 ね、あの桟橋をぐるっと回ってくればホットドッグ1本無料なんて言ってあのおかわりするために回ってって4回ぐらいやるようなそういう女の子として育つ、ね、この子どもの頃のトルディ役の女の子もまあ可愛いいんだよね彼女はきっと将来あのガンガン来る。 女優さんんにななるんじゃいいいかっていうぐらまあただね、ハリウッドはいろんな女優さんいっぱいいるからね、あのー、上がってこれるかはわからないけれども、ちょっとね、公約の子でも、ね、上がってくる子の中にはいるから、ね、ナタ・リポートマンみたいにさ、ちょっと期待できるんだけども、まあまあまあ、それ話はゃいいや。話を戻して、そう、そういうところから始まって、 で、えー、彼女は結局何を成し遂げた人かといえば、えー、初めて水泳の代表としてパリオリンピックに出場する。アメリカの代表としてね。で、さらに、えー、ドーバー海峡を、えー、女性で初めて泳ぎ切る。そういう偉業を成し遂げた女性が、このトゥルーマン。トゥルーマン・イーダリー。なんか覚えにくいんでね。 っていう女の子でねで当時彼女はドイツ系の移民なんだけれども当時の女の子といえばあのドイツから他の移民が入ってくるためにあのこっちに移住してこれるために会ったこともない向こうの人間と結婚をするというのが。 当たり前だったんだよね。そうやってドイツを広げていくみたいなところだったんだとは思うんだけどもそう、そういう運命に抗い、さらに社会的な差別、女が、女が水泳なんてとかいうものだったり、あるいは、あの、はしかをやったことでの、えー、プールに入れ、入らせてもらえないという差別が、まあ、そもそも根源にあったりとか、ね、そういった、あとはもう、 オリンピック委員会系のそっち側の組織の人間が女がっていうことでっていうことで戦ったりだったりとか父親がそれを許さないであるだとかもういろんなものと戦ってそれに抗って抗って抗ってあのー、とんでもない記録を樹立するねオリンピックで選ばれた時なんかあのー、なんか華々しい感じで 鼻高々に最初は向かうんだけども行ったら練習させてもらえないんだから3週間で結局結果出せずにほら見ろ女はやっぱりダメだと言われっていうそりゃ3週間も練習させられなかったら記録なんか出せるわけないよねねでさらにあのドーバー会期を挑むときはそのオリンピック委員会が用意したコーチ からはもうひどい扱いを受けてっていう。まあ、どんなことされるのか見てくださいよ。ね。そういったものに抗いながら、結局自力で最後、ドーバー海峡を泳ぎ切る。そういう、ええー、ね、逆風に曲げなかった。そういうアスリートなわけなんだけれども。まあ、先人ですよ。ね。で、冒頭でも話したけれども、今まさにオリンピックが行われてるわけですよ。 だけどあの例えば記録を出したとしてもそれは先人のような偉大さというものは、まあ、残念ながらもたれないのがあの今のアスリートの現状でね記録を破ってるからよっぽどすごいんだけども第一第一人者一番最初に成功した人っていうのはまあ偉大だよね、うん、偉大なんだけれども あの、じゃあね、その、今のアスリートたちっていうのは、あのー、なんだろう、偉大じゃないのかって言ったら、全くそんなことはなくて、あの、結局、記録を超えることを期待されてるから、あのー、これまでの、たくさんのアスリートたちが積み上げてきた中での世界記録、ここに、を超えていかなきゃいけない。このプレッシャーたるや、 凄まじいと思うんだよね。で、その中で戦ってる彼らっていうのは、この物語の中で語られてるトゥルーディ。えー、彼女が、えー、置かれてた立場とは確かに違う。今の方がよっぽど恵まれてはいるでしょう。誰もやることを反対したりなんかしませんよ。ね、女がとか。そんなことも言われないですよ。なんだけれども、そこで戦うプレッシャーというものは必ずしも、 楽なわけではないんでね。それはもう男も女も関係なくて、記録に対してはまっすぐに向かっていかなきゃいけなくて、それを超えることを常に求められてる。それがアスリートっていうものなんでね。あの、例えばね、メダルを取れないっていう種目だって出てくるでしょうよ。それでもなんだ取れなかったかとかっていうことなのではなくて、あの、彼らのね、その戦いそのものにね、 あの拍手や花束を送るそういうつもりでねアスリートの活躍を見たらいいんじゃないかななんていうことをしみじみと今回のこれをね見てて思ったんだよねあの。結局どこまで行っても戦うのは本質的にはスポーツっていうのはその人自身の内側なわけですよ。だけど外部から「あじゃあじゃねえこうじゃねえ」と余計なことを言う人が必ず現れるっていうことだよね。 それはメダルみたいなことであったりなんだったりっていうことなんだけど実はほらオリンピックにおけるメダルっていうのはさあの第一目的のような感じで報道も言ってるけれどもアスリートからしたらそうではないじゃん。メダルっていうのは出した結果に対しての副産物で自分がこう求めてる成し遂げようとしてるのはそこで生み出されるかもしれない記録に対してストイックなわけでさ。 あのー、メダルっていう漠然としたわけのわからないものじゃないわけだよね。例えばタイムを競うものであれば、タイムなわけですよ。<laughs> メダルってはっきりしてるようで、はっきりしてない。タイムが出なければ、それは記録更新にならず、記録として後まで残らない。ね、メダルってのはそこで、例えば1等になれば金メダルが手に入るわけだけど、 記録の方が大事なわけでさ。彼らはそこに向かって戦ってるんでね。そう。だからね、そういったストイックな部分っていうものを、あの、忘れずにね、今頑張ってる、まさにフランスで頑張ってるアスリートたちを応援するにしても、そういう、えー、メダルはそりゃありがたいことですよ。でもそうではなくて、彼らが必死になって戦ってるのは、その記録、記録をいかに打ち破っていくか、そこの戦いなんでね。 そこをなんかこう真摯に応援してあげられたらいいかななんて、そんな風にね、思う次第。なんか映画から離れちゃったんで、この映画に戻るけれども、まあ、とにかくもう戦うものがいっぱいあった女性ですよ。彼女の生き様ってものが、え心の中でね、物語られてて。ね、まあこれも大ヒットしてもいいはずのものなんだけども、あの、あえて配信で、 この時期に持ってきたというのは、彼らのそのオリンピックに行ってるアスリートたちに対しての花束みたいな作品なのかなと、そんな風に感じられる作品でした。ディズニープラスに入ってる人は、まあね、ぜひ見てもらいたいなと思うので、えー、よかったら見てみてください。今回はこの辺で終わりにしようと思います。チャンネル登録と高評価。 よろしくお願いします。それでは。